これもよろしくね。なるほど、翌日祝日だからか。次の日は祝日だからこいつとのデートになるわけか。まだガウのか。何？なんか言いたいことでもある？俺の両手見ろよ、もう荷物でいっぱいなんですけど。私の手元にはこれがあるんですけど。またそうやって汚ねえぞ、人として恥ずかしくねえのか。あ、そういうこと言うんだ。ふーん、そうなんだ。そうかそうか。そこのお姉さん、面白い写真見ませんか？ふん。あー待って、ごめんなさい、自分調子乗ってました。持ちます、いくらでもお持ちします。最初からそう言えばいいのよ。奴隷のくせに口答えなんて100年早いわ。すごいな、この1日、この1日で多分この下りはやっぱいいわ。この雨、くそ、なんで俺がこんな目に遭わなきゃなんねんだ。休日の過ごし方、確か体験版はこれで終わりなんだよな。第3話までが体験版の内容なんで。森新馬くん、朝ですよ。うおって今日も見事な激突っぷりだな。ボレボレしちゃうぜ。クワガタ、なんちゅう服着とらん。時代だな、こういう重ね着って時代なんだよな。でも底板に穴が開いちまうから、あんま強打するのは勘弁しろよ。俺の寝心地が悪くなるし。だったら普通に起こせ、バカ野郎。二度とするなって言っただろうが。そうだっけ。ああもう、なんでこんなやつ同室なんだ。怒り、痛みと怒りの収まらない俺をよそに悪びれた様子の一つもない。ここまでずぶとい神経していると一周して呆れちまうな。そんなことよりお前に客だぞ。客？やけにニヤニヤした顔で、豊が言う。朝から気持ちの悪いやつ。森島さんも隅に置けないね。いつの間に仲良くなったのか知らないけど、今度合コンのセッティング頼むぜな。何言ってんだお前。つうか誰が来て。おはよう。うわぁ、何を失礼しちゃうわね。嫌なものでも見たような顔して。リアルで嫌なんだっつーの。何しに来たんすか先輩。天気がいいから買い物に行こうと思ってね。だけど一人じゃ荷物も持てないし、第一面白くないでしょ。それで誘いに来たってわけ。今日は予定があるんで無理かな。何があるのよ。睡眠。あんたバカにしてんの。いいじゃねえか、俺にとっては大事なことなんだよ。人生で一番の楽しみなんだからな。そんな情けないこと力説されても。それじゃあ私のお願いは聞いてくれないんだ。悲しいな。でもそれならそれでしょうがないよね。喜んでお供させていただきます。俺はぶつけたばかりの頭を畳にこすりつけて土下座した。畳？畳なんかどこにあるんよ。で買い物に付き合わされてるんだけど。ああ、この T シャツ入ったんだ。そうなんですよ、ブランドの人気が上がっちゃって最近はなかなか入荷できなかったんですけど。どうしようかな。いいかも。ねえどう思う。ああいいんじゃないですか、好きにすれば。ほんとどれだけ買えば気が済むんだ。買い物開始からわずか1時間足らずだってのに、俺の両手にはバカみたいな量の荷物がぶら下がっている。お嬢様の割にはラフな店での買い物が多いけど、それでも結構な金額使ってるよな。俺だったらとっくに財布がすっからかんだぜ。こういう現実を見せつけられると昨夜の脅迫が真実味を帯びてきてすごく嫌だ。どうして、あ、
どうして風呂になんて行っちゃったかな。あのままおとなしく寝てさえいれば。悲しいな。はあ、ついてないにも程がある。よいしょっと。空になった段ボールを、束ねて廊下に出してしまうと、ようやくお部屋の中が広くなった。うん、あ、すごい。あ、ラジカセだ。ラジカセとブラウン管のアンテナ内蔵テレビがあるぞ。アンテナ付きのテレビがあるぞ。そうやん、昭和やん、昭和。送っておいた荷物はこれで全部一通り片付いたし、とりあえずは大丈夫かな。結局朝から一気にやっちゃったけど、お部屋を新しく作るのってどうしてこんなに楽しいんだろう。改めて見渡すと、これから毎日をここで暮らすんだっていう実感が湧いてくるかも。あ、はーい。どうした？こんにちは。遊びに来ちゃいました。おう、ちょうどよかった。今片付けが終わったところなの。もうですか？お手伝いしようと思ってたんですけど。ありがとう。そんなに大したものは持ってこなかったから、なんとかなっちゃった。あとはお洗濯物を干しちゃってから、足りないものを買いに行けば完了だよ。お買い物は何を？ゴミの袋とかスリッパとか、小さなものかな。それとお弁当の材料も。でしたら任せてください。お店を案内しますよ。本当？お天気もいいですし、お散歩も兼ねて街まで出ましょう。これはバッティングするやつやな。学校の周りにはお店ってないの？小さな商店とかコンビニくらいですね。ちょっとしたものになると街まで出なくちゃなんですよ。駅前から離れちゃうと本当に何にもないんですよね、大型市って。おう、お二人さん出かけんのか。こんにちはです。これからお買い物なんですよ。お部屋の掃除が終わったから、足りないものを買わなきゃと思って。アイリちゃんとトモちゃんも誘いに行こうと思ってたんだ。一緒にどう？俺たちはちょっと用事があるからな。また今度だ。そっか。お弁当の材料も買ってくるけど、何か食べたいものあるかな？卵焼きだってよ。ナオコの作る料理はうまいからな。楽しみだな、アイリ。ありがとう。頑張って作るね。それじゃあ気をつけて行ってこいな。行ってきます。さてさて、あのぐうたら女は起きてるかね。ともはると同じ匂いがするからな。休日とか一日中寝てそうだ。やっぱそう思う？めっちゃありうるよな。イエーイ、起きてるか。何を当たり前みたいに入ってきてんのよ。ノックをしなさい。ノックを。ノックは人類の偉大な発明よ。扉を叩くコミュニケーションを軽んじる人間はろくな目に遭わないわ。細かいこと気にすんなって。あのね、私が着替えてたりエロいことしてたらどうすんのよ。気まずいでしょうが。恥ずかしいとかじゃねえんだ。いや、今さらしても遅いんだけどね。で、朝っぱらからどうしたの？もう昼だってな。そっちこそ何やってんだ？ん？適当にネット見てただけ。日本酒の蔵元に居酒屋に酒屋。うわ、飲み関連のページばっかじゃん。いい年した独身女が休日にこんなことしてて悲しくならないか？やかましい、黙れ腐れぬいぐるみ。何？先生にはいつかきっと当時みたいに醸してくれる素敵な彼氏が見つかりますよ、だって。嬉しくないな。俺らは愛理が相談あるってんで来たのよ。この辺のことわかんねえから案内してもらおうと思ってさ。案内？
猫がいそうな場所を教えてほしいんだ。野良猫でも飼い猫でも何でもいいから。ほら、よく駐車場とか公園とかで集会やってるじゃん、あいつら。そういう猫業界のトレンドスポットってない？どうしてそんなこと知りたいのよ。ぬいぐるみに飽きて実物に種子替え？言っとくけど教室は生もの禁止だかんね。まあなんつうか、話せば長い事情があってな。全部話すと東京大阪間2往復分くらいの距離があるけど、聞くか？いや、遠慮しとく。休日にそんな面倒なことしたくないけど。綾乃はパソコンの画面を見ながらだるそうにつぶやく。これは望み薄かな。どうした？気が変わった。私も用事ができたし、案内してあげてもいいわよ。マジで？ただしギブアンドテイク。なんだよ。お金貸して。5000円でいいから。なんだ、プレステ2か。違うな、 3D サターンか。あら、どうしたの？お揃いで。これからナオコさんとお買い物に行くので、ともはるくんも誘いに来たんですよ。そりゃタイミング悪いな。今朝サイヨンジ先輩が来てさ、同じこと言って森島連れてったぜ。サイヨンジ先輩？そっか、ナオコちゃんは知らないよね。3年女子の有名人なんだけど。でもどうしてともはるくんが西園寺先輩と？俺もそこが知りたい。昨日物質棟で会ったばっかりだってのに、今日は突然デートだぜ。いつの間に仲良くなったんだか。デート？あ、いや、ただの買い物かもしんないけどね。それにしても西園寺先輩と一緒ですか。巻き込まれてないといいんですけどね、占いに。占い？そうだな、それは心配だな。やつの能力か。お昼を少し回った時間、学校の外へ出ると、そこには休日の景色が広がっていた。畑の中を伸びる道路には車もなく、時折見える家のベランダには真っ白なお布団が干されている。喉からゆったりした景色だけど、私の心は少しだけイライラしてる。いつもならお休みの日はまだ寝てるのに、今日は早起きしてお買い物に行ったんだ。どうかしましたか？え？嫉妬、やきもち。なんだか怒ってるように見えましたので。そんなことないよ。いけないいけない、顔に出てたかな。それにしても学校の周りって本当にのんびりしてるね。何にもありませんからね。退屈なくらいですけど。私はずっとここで育ちましたんで、やっぱり落ち着きます。私もこういうところが大好き。でもひなちゃんも大ヶ瀬市の出身なんだ。ここから20分も歩けば着いちゃいます。宇高くんのお家も市内ですし、地元の人も少なくないんですよ、明風学園って。もちろん全寮制ですから遠くの人がほとんどですけど、近くてもいいから一人暮らしがしてみたいっていう年頃ですからね。ひなちゃんもそれが理由？私はちょっと違いますけど、まあいろいろとありまして。そう言って笑うひなちゃんの言葉には少しだけ陰りがあるような気がした。何かいけないことを聞いちゃったかな。ところでお弁当の材料なんですけど。あ、うん、高いお店と安いお店があるんですよ。鮮度とかがどれくらい違うのかは分かりませんが、どっちにします？それじゃあ安いお店で。ともちゃんがとにかくたくさん食べるから節約しないといけなくて。あ、やっぱり考えてるんですね、そういうこと。昨
脳もテキパキしてましたし、直子さんって本当にしっかりしてますよね。好きなだけだよ。お野菜とかお肉とか安くて美味しいものが買えると嬉しくって。わかります、その気持ち。上手にお買い物ができた時って達成感ありますもんね。ストレス発散にもなるし、一石二鳥だよね。これもお願いね。よくもまあ次から次へと。何を不満そうな顔して、言いたいことでもあるの？いや、景気よく買うなと思ってさ、少しくらい節約しようとは思わないの？バカね。買い物なんて欲しいものを好きなだけ買うから楽しいんじゃない。ちまちま我慢してたらストレスが溜まっちゃうわよ。荷物持ってる立場としては我慢してくれた方がストレス減るんですけど、マジでもう腕がさ。しょうがないわね。それじゃあ少し休憩させてあげるわ。おい、どこ行くんだよ。すぐ戻ってくるから待ってなさい。お座り。犬じゃないんだから。しかし疲れた。まあ何にせよ休めるのはありがたい。邪魔にならないように道の端で荷物を下ろすと、ようやく指先の痛みから解放された。もうね、血流が止まって紫色だったからね。おまけにずっと歩きっぱなし。休日だから人も多いし、先輩も先輩で、店から店をはしごしてよく疲れないもんだ。はい、お待たせ。帰ってきた先輩の手には小さなコンビニの袋が下がっていた。中から覗いているのはペットボトル。奢ってくれんの？何を？いや、そのジュース。これは私のよ。どうしてあんたのために買ってこなきゃなんないの？うわ、もうこの人最悪。さてっと、ポチ、椅子。あ？椅子よ、椅子。足が4つあって人が座るやつ、知らないの？知ってるけどさ。早く用意しなさい。んなもん、この街中でどうしろってんだ。ベンチもどこも埋まってんだから無理、無理です。あのね、私が椅子って言ったら口答えせずに用意すればいいのよ。だから無理だってんだろうが。ならあんたが椅子になればいいでしょ。ほら、さっさとそこにひざまずいて椅子になりなさい。言ってることがむちゃくちゃだぞ。どんな SM プレイやっちゅん。ああ、もう。そういえば、いつの間にか敬語じゃなくなってるわね。何をどうしたら脅迫してくる相手に敬語使おうと思えるの。強制労働させられて無理難題吹っかけられてんのよ、俺。ポチのくせに生意気なこと言うじゃない。まあ、そのくらいは勘弁してあげるか。そろそろだよな。キャラクター的に爆発するはずなんだよ。もうちょいで爆発するはずなんだよ。死なない程度には追い込むつもりなのか。ここでずっとヘコヘコするわけにはするわけないから。反論する気力もなくなり、壁にもたれて通りを眺める。みんな楽しそうに休日を満喫してるな、こんちくしょうめ。はあ、こんなことならまだ課題こなしてた方が有意義だわ。それならちょうどいいじゃない。私の買い物に付き合えるなんて、フェリチタが自給自足できちゃうくらい幸せでしょ。あのね、俺はマゾじゃないの。 I'm not マゾ、OK。 楽しくない。はい、私と一緒じゃ楽しくないかな。2回目だぞ、大丈夫か。何がどうしたのか、いきなり塩らしい口調と態度になりやがった。もじもじしてるし、何の罠だ。意志が弱いからな。どんどんなんかそのトムハルの性格が変わってきてるよな。ここに来て3日4日ぐらいで、あの最初はすごいなんか少年漫画的なまっすぐなバカみたいな感じだったんだけど、ここに来て、こっちの世界にっていうか地上に来てから随分と丸くなったというかね。なんかその自分からアクションを起こしていく感じかと思いきや、誰かのアクションにリアクションするみたいな、そういうことが増えてきたよね。私は幸せだよ。落ちてデートができて
童貞だから多分こういうのに騙されるんだろうな。詐欺に騙されやすい男ってプライドの高い男じゃなくて相手に優しい男なんだって。男限定で言うとね。ちょ、いや、なんだ、あんなんだよ。ドキめいちゃった、ドキドキしちゃった。終わってやがる。嘘か、嘘なのか。当たり前でしょ。何が悲しくてこの私があんたとの買い物で幸せ感じなきゃなんないの。ダメだ、もう何のコメントも思い浮かばん。だけど試験のこと考えてるなんて意外ね。ボケーっとした顔してるからもっとやる気がないのかと思ってたけど。いや、やる気はないけど。あっさり言うわね。できることなら楽して合格したいね。基本的に寝て起きたら幸せが集まってる方向でお願いしたい。なんか先輩らしいアドバイスとはコツとかないっすかね。そんなのがあったら私が知りたいな。落第生やからな。だよな。たださえ不合格で落第してるわけだし。ちょ、何よその言い方。私は別にその本気を出せば合格するのなんて簡単なんだからな。じゃあなんで落第してんの。成績順ならともかく課題をクリアすれば全員合格できるこの試験で一体誰に対して手加減するんだ。こうやって遊び回ってたのが原因じゃないのか、どうせ。しかしそうだよな、幸せを集めなきゃいかんのだよな。今現在、不幸な俺が他人の幸せを考えてる場合かとも思うけど、部活を作ったからってホイホイ集まるわけじゃないだろうし。部活なんて作ったの。一緒にこっちに来たやつの勧めでね、屋上に小屋があったおかげでなんとか部室も確保できたんだ。幸せを集めやすいように困った人を助ける部と銘打ってはみたけど、正直何をしたもんか。それで昨日は部室とうろついてたもんな。先輩は何部に入ってんの。あると便利かも。しまった、口を滑らせたか。ただでさえ迷惑被ってるのにこの上同じ部活なんてことになったら地獄を味わうのは目に見えてるぞ。いやでもほら、部活っていろいろめんどくさいじゃん。あんなもん入っても意味ないよな。その意見には私も賛成だから、部室だけ使わせてもらおうっと。いらない荷物置いたりできるし、授業をサボるときにも便利そうだし。ダメだって、部室はあくまで部員の。うるさいわね。私が使うって言ったら使うの。あんたのものは私のもの、私のものは私のもの。オーケー。ああ、もうどうして余計なこと言っちゃうかな俺は。どうした？おい、いい加減案内してくれ。ちょ、あと少しだけ。同じセリフ聞いてから1時間経ってるんだっての。相変わらず綾乃はパソコンの前に張り付きっぱなし。酒関連のページ巡りが終わったかと思ったら今度は掲示板を眺め始めて動きやしない。どういうことよ。これが始まると厄介なんだぞ。永遠終わらねえんだからな。いや、ちゃんと行くけどさ、このすべ土曜の昼間だってのにすごい勢いで伸びてるんだもん。すぐ出る用意するから。アホだアホだこいつら。
やっぱダメかもな、こりゃ。